始まりました。ペンギンナッツの福島食材 PR 大作戦。今回の食材は食材カモン魚、こちら阿武隈川メイプルサーモンです。阿武隈川メイプルサーモンとは、西郷村の林養魚所がカナダ原産のニジマスの卵をもとに長年の研究と品種改良で作り出した純国産のトラウト。阿武隈川上流部の綺麗な水と特注の餌で育てた魚は、身の締まりと程よい脂の乗りが特徴です。阿武隈川メイプルサーモンを美味しく調理していただける福島応援シェフはこちらにいらっしゃるということで、早速行きましょう。福島応援シェフは県産品の活用を通して福島を応援しているシェフのこと。登録者数は県内外に200人以上もいるんです。その一人が郡山市にある割烹蘭亭ビビアンに。料理人五十嵐勲さん、京都祇園で修行した技で生み出す日本料理と一期一会のおもてなしで多くの食通をうならせてきた福島を代表する料理人です。野菜にしてもね、お魚にしてもお肉にしても素材にしても、やっぱりね、作る方のやっぱり心意気とか気持ちが入っているんですよね。僕たちはやっぱりその小さく頑張ってる人たちを応援していきたいと、僕たちもやっぱり努力してその素材を生かしてあげたいなと思ってます。阿武隈川メープルサーモン、まずは刺身で素材の味を堪能してみましょう。舌の上でもう極上に踊り続けてられる。うまみが止まらない。最高。いや、さすがですね、これは素晴らしい。歯ごたえを楽しむ。うわ、後からまた甘みがずっと続いてる。ここでいますよね、これね、ずっと甘い、本当。どうですか、特徴的にはメイプルサーモン、どういったお魚なんですか？それほど手加えなくても、ほんとただ火通すだけでもね、美味しい。ただ一つは、通しすぎないこと。じゃあ一般の方が調理するっていう魚的には、やっぱ扱いやすいですか？扱いやすいです。そうなんだ。そして今回、家庭でできる極上メニューとして、五十嵐シェフが考案してくれたのが、はい、出来上がりましたよ。どうですか？うわー祭りやすごっ、すごっ、こんなに贅沢に入ってる。いや、素晴らしい。あ、もう香りがすごい、うん、マスクからでも分かるぐらいの香りが。阿武隈川メープルサーモンの和風炊き込みピラフ、今回はメープルサーモンのけんちん汁もご用意いただきました。メープルサーモンは表面を軽く焼くことで旨味を逃さずふっくらと。土鍋で炊き上げたご飯にサーモンとバターを入れて蒸らします。食べる直前によく混ぜて、みょうがやネギなどの薬味を加えるのもおすすめです。お米のこの甘い感じと、やっぱりこのメイプルサーモンのうまい脂のうまみがお米に染み込んでて、単純そうで奥が深い。行こう行こう、もう行っちゃえよ。
本当に美味しい。ありがとうございます。まあ僕はほらとりあえずプロですから、ちょっと一工夫を入れて、うん、ちょっと燻香をつけて、そしてちょっとご飯もアルデンテで、あとは柔らかくふんわりとあの食べれるこうピラフに仕上げました、うんうん、これご家庭のこの炊飯器っていう部分でもできたりするんですか？できます、できます。簡単にできます。お米を炊くときに加える出汁や薬味を変えることでアレンジしやすい簡単料理。炊飯器を使うときには炊けたご飯にサーモンとお好みでバターを入れて蒸らせば OK。 レシピを知りたい方はシェアホームページの特設サイトをチェックしてください。見ていいようにもお魚が綺麗だし、綺麗な水でね育ってますしね、健康な餌で、そしてきちっとした管理の中でほら育ってるんで、僕たちもほら本当このメープルサーモンを 使った上で全然ストレスなくね仕事ができました。楽しかったです。これからも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。